から知らず、我が拳の前に切り伏せがいい。どうだろう、秀樹。三成君についてきた若者だ。誰かを思い出さないか、秀吉。あんた、なんだってあんなイカサマ野郎と。もったいねえよ、待って。兄ちゃんこそもったいねえ。あんたは海の男になるべき野郎だ、間違いねえ。このままあれが生き絶えれば、三成は我は立てよ白波、魚家風よってな。石田軍が切り込み隊長、島左近、いざ勝負。綺麗にスカンピンだ。何もかもすっちまったよ。水がこれでは先へ進めませぬ。どうだ、驚いたかい。この城は水の防壁として使うのさ。お膳立ては整えたよ。さあ、君の思う通りに戦ってみせてくれ、大谷君。石田の小尻に人気者同士、仲がおよろしいこった。やくにゃやくにゃ。我が本当に求めたのは恐怖。なぜ裏切った。おや、君もなかなかやるじゃないか。なりましたな。この調子で森の水をどんどん抜きましょうぞ。君を止めるには策がいるか。我らが主を信じよう。ほんの一時耐えるまでぞ。俺も半兵衛様から何か学ばなきゃな。いかに仕込みを巡らせようと、その心まで覆えるものか。小手調べよ。半兵衛様、秀吉様が居城の番犬となる許可を。いいよ、集まるけれど、くれぐれも増やすぎる。そこは守るように言っておいたはずだよ。申し訳ございませぬ。俺たちが足軽だ。万夫不当だと。そのようなものまやかしだ。よう、元気そうだな。そろそろ見せてやろうぜ。三成、お前の死を我は望まぬ。分かっているな。申し訳ございません、半兵衛様。豊臣の未来が。超速め再開域を即刻豊臣に献上しろ。バカ、海は誰のもんでもねえ、俺のもんだ。あんまり張り切ると俺たちの獲物がなくなっちまいますぜ、兄貴。のことで背に乗るでないわ。そんなにも僕を困らせたいのぜ。困ったのだ。我がサワンにて刃を狩る。神、
我に屈せよ。力を認めぬ世とはすなわち研鑽を認めぬ世だ。なるほど。これ以上お堀の水を抜かせてなるものか。その息だ。秀吉のためにしっかり働いてくれ。あやつ、なんという高みに上り詰めているのだ。ヒレのくるぶしを浸す兵卒らの涙が見えぬか。無の境地にさえ至れば貴殿すら打ち果たせよう。狩りの鬼を食わりしないな。何をしておるか。力を震えよ。強すぎるんじゃねえか兄貴。ガタのカラスの鳴く声を。ここから先は僕が直接君の力を試させてもらうよ。君は切り進むだけが脳のようだね。君にはためらいがない、そういう強さか。やべえ、かっこよすぎるぜ兄貴。俺らもおこぼれに預かりますかねっと。全てを捨てて前進する秀吉様のように。分けよらこれで俺も地獄行き決定かね。鬼なんざ怖かねえな。力で勝った者には先へ進む権利がある。少しはできるようだ。やっぱ男は人情勝たなきゃな。うんうん、豊臣右腕か。そんな風に呼ばれてみたいぜ。昔語りの極まれ者、憎まれ役の逆襲よ。しけ、ヤタのカラスを鳴く声を。肩に継がれるほどの男に。もまた幼少の証しぞ。慌てなくていい、時間はまだあるさ。この城をここまで攻略するなんてやるじゃないか。でも剣でのせめぎ合いの実力はどうかな。これが最後の通告だ。秀吉に下り従いたまえ。じゃあこの返答も最後だな。やなこった。秀吉本命。我らが夢必ず。くぞ我の前までたどり着いた。褒美だ。覇王の拳を受けるがよい。貴様つかぬ。我は来さぬ。あんたにゃ死んでも従わねえ。こいつ俺の生きがいよ。貴様つけ上がるな。これ以上は感化せぬ。てや、おっといけねえ、道草食っちまった。ふっ、いくら鬼でも食らっちゃいけねえもんだってあるよな。